皆様、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。札幌から昨日、大阪に帰ってまいりました。え動画の中で、えー、リッキーさんの動画の中で、不適切な発言がございました。改めてお詫び申し上げます。申し訳ございません。タイトルの方も、えー、変更しております。 はい申し訳ございません今後、えー、動画を撮る際には言動には十分注意して配慮して動画を撮影いたします申し訳ございませんでした改めて訂正させていただきますで動画の方なんですがそのまま流れておりますはい でえー、話は変わりまして、えー、とアパホテルに私は、えー、宿泊したんですがよかったですで、えー、アパホテルの社長さんですねこちらのアパ社長カレーを購入いたしました税込みで380円でした味の方は、えー、やや辛口で あとカラスのスパイスが追っかけてくるというようなとてもあの美味しいカレーでした。はい、でえー、っと湯煎で調理されることをおすすめいたします。はい、で写真ににあるように、えー トンカツとんかつと千切りキャベツのトッピングがされておりますが、えー、普通に食べても美味しいですし、えー、このように写真のようにキャベツの千切りとかを添えていただいてもいいと思いますでカレーうどんにも多分合うと思いますでお肉もたっぷり入ってますし、はい、しっかりしたお味で 辛さが後で追っかけてきます。はい。美味しかったです。はい。以上でございます。で今、動画の方は順々にアップしております。ちょっと日にちはかかると思いますが、しばらくお待ちください。えー、取り急ぎ、えー、謝罪の動画を上げ,て上げさせていただきました。 これから動画を撮る際には言動に最新の注意を払います。誠に申し訳ございませんでした。ありがとうございます。